ねずっともめちゃんです。今日7月の8日でユニバでは7月の5日から夏イベントが始まったんですけども、今日は夏イベントが始まって初めての休日なんですよ。だから今日は夏イベント開始後の休日のパークの工事状況を見に行きます、イエーイ。ということで、だからこれから夏ユニバに行く方はこの動画を参考にしてください。で、今日の服装なんですけども、ピカチュウのフード付きタオルにマリオの服っていう任天堂コーデの僕が皆さんにパークの様子をお届けします。え、ちなみにこのピカチュウのフード付きタオルは視聴者さんからいただきました。本当にありがとうございます。もうこの夏いっぱいね使います。あと注目してね、この UTV はこれからもユニバの混雑状況をお届けするので、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。ま、豆っちで、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、最高気温 もう基本的にはもうずっと30度超えっていう。でも昼間とかだったらめちゃくちゃ暑いんですよ。だからこれから行くは熱中症対策は徹底してください。で、パークの様子を見に行く前に今日のユニバの各種チケットの販売状況を見るんですけども、ユニバの年間パスポートと入場チケットは通り過ぎても余裕で購入することが可能です。で、その他のチケットの販売状況なんですけども、エクスプレスパスは基本的に売り切れです。けどモンスターハンター XR オークのチケットは当日券買うことができます。で、今日は7時15分にアーリーパークインして7時半にオープンしました。じゃあ今からパークに入っていきます。この時間ってやったらどのぐらいかかるのかな。で、今日なんですけども、先週でしたらこの時間帯ならすぐにユニバに入ることができたけど、今日はなんと入るまでに10分かかりました。やばくない？10分。で、僕実はですね、今日ねユニバのオープン時間から来たんですけども、その時入るまでになんとね40分かかったんよ。だから今のユニバは入るまでにもかなり時間がかかるんで、ぜひそこは注意してください。あと、まあ、今日の動画の最後の方ですごい重大発表があるんですよ。だからね、最後までまた今日の動画見てください。びっくりしますよ、みんな。で、その前にワンピースのプレミアショーのチケットなんですけども、7月5日から始まったんですけども、今日はさすがの土曜日なんで全て売り切れてます。だからワンピースのプレミアショーのチケットは事前購入するのが圧倒的におすすめです。で、今日のエントランスの様子なんですけども、やっぱさすが夏シーズンが始まった影響で、ここのエントランスから人通りがめっちゃ多くてめっちゃ賑わってるわ。いやー、すごいなー。で、朝からエントランスにあるマリオのポップコーンカートの列もすごいことなんですけど、いやー、これも買うために10分、長かったら20分以上かかります。で、ドライブン XR ライド前の様子なんですけども、やっぱドラえもんの待ち時間もまた夏シーズンが始まってファミリー層が増えてる影響で、また待ち時間がぐっと増えてますね。けどドラえもんフードに返したら大体10分ほどで買うことができます。あと、ドラえもんレストランメニューが売ってるスタジオスターズレストランもすぐに店内に入ることができます。で、スパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、最近スパイダーマンね結構ね急にね運休になることも増えてるんですよ。だからこれから行くとはスパイダーマンの運休にも注意してください。で、ニューヨークエリアにあるルイズニューヨークピザパーラーのレストランなんですけども、もうここもさすがの土曜日だからもう中まで列がパンパンやわ。でもメニュー食べるためにもう20分以上かかります。そしてフードカート密集地帯のユニバーサルマーケットも、もうここも朝から列できてるわ。でもここに関してはレストランよりかは早くフード買うことができて、大体まあ5分か10分ほどで買うことができます。けどね、めちゃくちゃ長くなったらもう20分ほどかかるんで、ぜひ注意してください。で、ミニオンパークの様子を見るんですけども、ここのミニオンパークに関しては特に夏休みシーズンが本格的に始まったらめっちゃこのエリアなんですよ。っていうのも、まあ、ここのミニオンパークって、まあ、ちっちゃいお子さんがいるファミリー層に大人気のエリアだから、もう夏休みになったらめちゃくちゃねアトラクションの待ち時間も長くなる傾向があるんですよね。だからこの夏の期間行くやったら特にここのミニオンパークは並ぶってことを覚えててください。
でさ、ここのミニオンパークに驚くことがあってんけど、ミニオンパークのゲームコーナーね、普段は朝から開いてるんですけども、今日は朝から開いてないんですよ。で今日ね15時から開くんで、ちょっと営業時間が変わってるんで注意してください。でイースター期間も終わったんで、通常通りの水着ミニオンに戻りました。やっぱこれ見たらなんか夏感じるわ。一年中やけど。これはで今日のサンフランシスコエリアの様子なんですけども、ここのサンフランシスコエリアはミニオンパークからジュラファエリアにつながる道であるので、常に人通りが多いです。ここのエリアにある超大人気のレストランのハピネスカフェももう中までびっしり列できてるわ。でこれもね、棚のために20分ほどかかるんですけども、これ長かったらね、もう外までめっちゃ列できるんですよ。だからもう大体ね、もう土日とかはもう60分ほど待つって考えてください。けどそれとは真反対にあるドラゴンズパールに関したら、ここはねすぐにメニュー頼むことができるんで、レストランに困ったらここに行くのがおすすめです。あとスパイファミリーのフードカートメニューといったフードカートは現在カレースティックが売ってるお店になってます。なんかちょっぴり寂しいな。あともう一個ぐらいなんかフード欲しいわこれあとワンピースの食べ歩きフード、サンジのメロリンフローズンスムージーが売っているロンバースランニングテラスなんですけども、いやここはもう朝から列すごいわ。これ買うためにだいたい5分ほどかかります。でジュラシックパークエリアの様子なんですけども、ここのジュラパエリアにいるフライングダイナソーも、普段の夏ならもうだいたい100分ほどの待ち時間行くんですけども、今年の夏はもうこの半分ほどの待ち時間になったりしてるわ。ていうのもここのフライングダイナソーって現在手荷物ロッカーとあとは金属探知機が追加されたんですよ。その影響でめちゃくちゃ回転率が良くなった影響で待ち時間短くなってます。あとね、ジュラパライドの待ち時間もまだ待ち時間少なめですね。ジュラパライドもね、めっちゃ回転率がいいから待ち時間結構ね短いんですよ。あとチョッパーとロビンの食べ歩きフードが売ってるホッシルフェスなんですけども、朝からもう列すげえわ。これも頼むためにだいたいもう10分以上はかかります。長かったら20分ほどかかります。マジでこれワンピースのレスラーメニューが売ってるディスコエリアなんですけども、普段はですねここのレストランすぐにメニュー頼めるんですけども、今日はやっぱワンピースが始まった影響で待ち列すごいわ。いやーこれメニューを頼むためにもう40分以上かかるよやばー、すげえなワンピース人気。あと何とサンジのフードが売ってるフードカートもすごい列やわ。これも買うためにもう 2,30 分かかる。でかいでかいや、やっぱり。でここのジュラパエリアに関したら、アトラクションの待ち時間はめちゃくちゃ長いわけじゃないけど、フード関係が軒並み長くなってるわ、ワンピースバーの影響でいやすごいなやっぱり。で今年のワンピースフードね、めっちゃ美味しいフードがあったんで、前にその動画上げてるんでぜひ食べてみてください。めっちゃ最高っすよ今年は。で夏シーズンに行けばは8月31日まで11時からパレードが始まるんですよ。で今ちょうどパレード始まってるんで、ちょっとパレード見に行きますわ。ウォーターワールド前の様子なんですけども、まあ、ここに関したら任天堂ワールドの入り口があるから常に人通りが多くて渋滞してます。じゃあマリオのね様子を今日も見に行きます。で今日のスーパー任天堂ワールドのエリア入場制限情報なんですけども、今日はなんと7時50分の時点でエリア入場制限になって整理券が始めになりました。もう一瞬よ本当に。で今の時間帯での整理券がこんな感じです。今の時間でも19時でこれから任天堂ワールドに行きたい方はパークに入場してからちょっと任天堂ワールドのエリア入場制限情報をユニバの公式アプリからチェックしてください。そうしないと一瞬でなくなります。で今日もやってきましたよマリオの世界。もうここはもう常に大にぎわいです。パワーアップバンドアクティビティの街でもすごいことになってて、もうこれも体験するために20分以上はかかります。
で、マリオカートの待ち時間なんですけども、マリオカートも常にもう100分ほどの待ち時間になってるわ。いやー、ここもすごい人気やな。けど、マリオカートって表示待ち時間より早く乗れる傾向があるんですよ。それこそ半分ほどの時間帯乗ることが多いです。で、ニンテンドーワールドの下の階の様子なんですけども、ここの下の階もめちゃくちゃにぎわってるわ。もうそれこそマリオとルイージのフリーキックなんかこれ体験するためにもう30分ほどはかかるよ。あとキノピオカフェは今日も入店整理券配布中で、今の時間帯で14時からの入店整理券配布中です。で、入店整理券もらってももう 2,30 分ほど並ぶんで、ぜひ注意してください。あとヨッシースナックアイランドって言って、ヨッシーのスナックスタンドなんですけども、ここも30の待ち列できてるわ。いや、これも買うためにもう20分以上はかかる。で、今日はですね、なんかヨッシーと冒険したい気分なんで、ヨッシーアドベンチャー持ってきますわ。で、現在ヨッシーアドベンチャー50分待ちです。さすがやな、もう大体60分前後やわ。で、ヨッシースナックアイランドなんですけども、去年と並びすぎてもうね、外の待ち列になっちゃってます。でも早速すごいな、ほんまに。ここの外の街で乗るってことはもう今日もうすごい混んでるからね。で、ヨッシーアドベンチャー乗れたけど、今回のヨッシー色はピンクのヨッシーです。いや、ピンクのヨッシーめっちゃ珍しいよ。で、今日のね、ニンテンドーワールド相変わらずめっちゃにぎわってるわ。で、くるでくるで、もうちょい出てくるわ。来た、やったー。もういつも通りね、キノピオ隊長とね、ハモってきたわ。これもあるあるよね、前にショートであげたけど。で、ここのスーパーニンテンドーワールドでびっくりするような新商品が発売したんですよ。それちょっと見に行きます。それがマリオモーターズっていうマリオカートグッズ専門店なんですけども、マリオカートの優勝カップのコレクタブルフィギュアが発売しました。すごいな、これ。で、これ1個シークレットでランダムなんよ。うわ、何入ってるかわからんのか、これ。で、マリオの世界に出たんですけども、相変わらず任天堂ワールド周辺のフードカートは相変わらず待ち列すごいわ。これも買うためにもう20分30分ほどかかります。で、アミティビレッジの様子なんですけども、ここは任天堂ワールドデュラパエリアからハリポタエリア、ワンダーランドの繋がり道だから、もう常に人通りが多いです。だから、ここのアミティビレッジのレストランのアミティランニングレストランも外まで待ち列並んでるわ。これも頼むためにもう 2,30 分はかかる。フードカートも大体もう10分以上かかります。あと、ここのアミティビレッジの自販機はもう夏場は自販機でライドできるぐらい待ち列並ぶんで注意してください。で、今日も魔法界やってきました。で、いつも通り歌いますか。マメマメ歌い続けるよ。で、今日の魔法界の様子なんですけども、いやー、ここの魔法界に関したら、もうスーパーニンテンドーワールドと違って入場制限かかんないエリアなんですよ。だからもう誰でも自由に入ることができるから、もう常に大混雑。すげえな、ここに関したら。もうずっとにぎわってるよ。もうできてからもう9年経つんやけど、やっぱりもうハリポタ人気はもうええんやな。で、まあアトラクションの待ち時間自体も、まあ、現在遠方ゲストとか海外からの観光の方が増えてる影響で長くなってます。ハリポタエリアのレストランの3本のほうきも外まで待ち列できてるわ。いや、これもメニュー頼むためにもう 3,40 分かかるよ。けど、バタービールのカートに関しては並列でしたら30分ほどかかるんですけども、今日でしたら大体もう10分ほどで買えます。で、これ謎現象が起きてて、バタービールのカートって平日の方が混むんですよ。だから逆に土日行ったら早く買えることが多いです。で、ユニバーサルワンダーランドの様子なんですけども、まあ、ここのワンダーランドは、まあ、土日に限ったらもうファミリー層が増える影響で待ち時間もめっちゃ長くなります。で、特にね、夏休み期間始まったら、ここのワンダーランドはもう特に混雑するエリアになるんで、これから夏休みシーズン行く方は注意してください。で、セントラルパーク付近の様子ですけども、まあ、ここもまあいろんなエリアにつながってる場所だから常に人通りが多いわ。ここも常に混雑している場所です。だって、ここにあるパークサイドグリルっていう美味しい肉のレストランも現在60分待ちなんですよ。あ、そういえば、あのパークサイドグリルに新しい夏メニューが登場したんですよ。で、ね、それね、食べてきました。で、また近日ですね、夏の新作フード特集ね、また動画で紹介するんで待っててください。
いや今年のね夏でもねめっちゃ美味しいの多かった。で針取り前の様子なんですけども、まあここの針取りバックドロップに関しても相変わらず待ち時間が長いのは長いんですけども、まあここ春休み期間とかはですね平気で120分待ちとか言ってたんですよ。だからまあ普段の長期休み期間に比べたら夏のシーズンはまだ待ち時間短くなるんで、まだね乗りやすいですけど、ここのハリドリ前にあるポケモンフードカートは相変わらず待ち列がすごくて、大体買うために 2,30 分ほどかかります。あとさ、ちょっとびっくりすることがあって、今まで不思議だれのドリンクボトルは1000円やったんですけども、それが1300円に値上げになりました。あとジェニガミのチリトスも650円から700円に値上げになりました。はい、じゃあ今日は夏シーズンが始まった休日のパークの様子を見てきました。で最後にそれぞれの混雑レベルを発表します。でまずはアトラクションの混雑ルールは4でしたね。やっぱりもうアトラクションに関したら、ドラえもんマリオもそうなんですけども、全体的に待ち時間が増えてました。でレストランの混雑レベルも4です。でフードカートの混雑ルールは 3.5 です。フードカートもねもう全体的に長くなってました。でパーク全体の混雑ルールは4でした。でまだまだね混雑自体は爆発してるわけじゃないですけども、夏休みになったらどん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 混んでくるんで、これから行く方はぜひこのオムニ TV の混雑状況をチェックしてください。で最後に重大発表があるんですけども、なんとこの度オムニ TV ヴィレッジヴァンガードさんとコラボ商品出すことになりました。イエイってことで、でコラボ商品はこんな感じです。で、これだけあるんですけども、6000円以上買ったら抽選で1人だけトートバッグが当たるんですよ。でこのね購入ページは概要欄に貼ってるんで、そこからまた購入してください。でこのももちゃんね、これからもねどん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 楽しい動画を上げるんで、まだの方はチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも忘れてなければ、バー